こんにちは、カノンです。今日はですね、平均身長ぐらいの157センチの私がこちらにあるロックブランドのコートをですね、着比べをしていきたいと思います。それではどうぞ。このコートはですね、オーバーサイズなんですけど、この生地がすごく柔らかいので着膨れしにくいと思います。で、この後ろにですね、スリットが入っているので、この歩きやすさもありながら、コートをこう前に結んだ時とかもキュッと収まりがよく歩きやすい形になっています。このコートのポイントはですね、前を締めてあげると分かるんですけど、ここにラインが入っていて、ハイウエストの位置に見えるので、すごくスタイルがよく見えます。そしてこの大きめの襟がですね、このボタンで取り外しができるので、自分の好きなタイミングとか自分の好きなコーデに合わせて、この襟をつけてあげたり外してあげたりしても可愛く着れると思います。このコートのポイントは、コートの形がですね、ストレートな形なので、すごくハンサムに見えます。そしてポイントなのが、首元のスタンドカラーがとてもポイントになってます。で、これを開けるとだいぶ印象が変わるので、開けてきてみたいと思います。はい、次はですね、こちらなんですけど、すごく着やすくて軽い素材になってます。そして中が、中綿が使用されています。そして、空張りがですね、すごく豊富なので、いろいろな色を楽しめるものだと思います。こんな感じ、フードもついてるよ。はい、はい、こちらのコートはですね、フェイクムートンの素材を使ったコートになっていて、内側がモコモコで、こうやって袖を折り返しても可愛いよ。このスタンドカラーのところにこうベルトになっていて、ここもポイントになってます。こちらのコートはですね、このケープの部分がすごく特徴的で可愛いです。そしてベルトがですね、取り外し可能になっているんですけど、このベルトループの部分がすごい目立ちにくいデザインになっているので、このベルトの紐を外した時もすごく綺麗に着ることができます。はい、ということでいかがだったでしょうか。この他にもですね、のんの11月号には、アウターカタログ企画というのがあるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。